チャット GPT API を使ってチャットボットを作ろう GPT 3.5GPT 4セクション2になります。それではセクション2の概要を解説していきます。前回のセクション1はチャット GPT API の概要ということで、とりあえずチャット GPT の概要を解説した上で使ってみるってことをやりましたね。今回のセクション2ですがチャットボットの構築になります。 ストリームリッ t というフレームワークを使って ChatGPT API を使ったチャットボットを実際に構築します。そして今回の内容ですがこちらになります。まずはセクション2の概要ですね。次に Web アプリの動作確認のために必要なエン g ロックの設定について解説します。そして次は Web アプリを構築するためのフレームワーク、ストリームリッ t の概要について解説します。 実際に Streamlit のコードを動かして簡単な Web アプリを構築するところまでやってみますそしてその次ですがチャットボットの構築になります ChatGPT API と Streamlit を使って実際に動作するチャットボットの構築まで行いますそして最後に演習があります今回ですがこういった流れで講義の方を進めていくことになりますそれでは今回使用する教材を紹介します まずはいつもの Python の基礎ですね。Python の基礎を解説するノートブックが Python Basic というフォルダに4つ入っています。Python に自信のない方はそれらを使ってあらかじめ予習しておいてください。そして今回セクション2の教材はこちらの3つですね。01 Streamlit Basic 02 Chatbot 03 e x e r c i s e の3つになります。ちょっと見ていきましょう。こちらは私の GitHub のレポジトリですね。 前回はセクション1でしたね。今回はこちらのセクション2です。ここを開くと、01から03までの教材があります。01を開いてみましょう。こちらはストリームリットの基礎を学ぶためのノートブックです。オープンインコラボをクリックすると、Google コラボが立ち上がってノートブックが開きます。後ほど、この教材を使ってストリームリットの基礎を学んでいくことになります。 今回はこのような教材を3つ使います。それでは教材の紹介はこれぐらいにしておきますね。それでは次は前回の演習の回答例について解説していきます。前回はセクション1でしたね。セクション1の02エクササイズに前回の演習がありました。オープンインコラボをクリックするとコラボを立ち上げてノートブックを開くことができます。 私の方にはすでに開いたノートブックがあります。前回の演習ですが、ChatGPT API を使って AI 英語教師を作るという課題でした。ライブラリをインストールして API キーを設定して、そしてレスポンスを取得するということを行います。その際に、こちらのコードですね、システムとユーザーのコンテンツの設定を行います。 ここをうまく記述することで AI 英語教師を作ることができるんですね。それでは回答例を見ていきましょう。こちらになります。まず、設定の方、システムですね。システムのコンテンツを、あなたは優秀な英語教師ですとします。こういうシンプルな文章で ChatGPT は英語教師として振る舞うようになるんですね。そして、ここでは、あなたは何を教えることができますかと投げかけています。 その結果、チャット g p t の方からレスポンスが返ってくることになります。どんなレスポンスが返ってくるのか、ぜひ皆さんの方で確かめてみてくださいね。以上が回答例になります。システムの設定次第で様々なタイプのチャットボットを作ることができるんですね。ぜひ様々な設定を試してみてください。はい、それではセクション1の練習の回答例の解説はこれぐらいにしておきます。 次に行きましょう。はい。それではここからは Englock の設定について解説していきます。まずは Englock とは何かについて簡単に説明しますね。Englock はローカルサーバーを外部公開できるそういったツールになります。そして本コースでこの Englock をどうやって使うのかといいますと、Google コラボラトリー上で構築したチャットボットの動作確認に使用するんですね。 Google コラボラトリーの環境を外部公開するサーバーとして使ってそこでアプリを動かして動作を確認するということを行います。そのためにこの englock を使います。そしてこの englock を使い始めるためにはまず設定が必要になります。この englock のサイトをまず見てみましょう。englock.com になります。こちらですね。 こちらのメニュー上のサインアップもしくはサインアップフォーフリーをクリックすることで登録の手続きを始めることができます。こちらがエングロックのサインアップの画面ですね。メールの認証が必要になります。またパスワードの設定も必要ですね。あと、ロボットでないことも確認と、あと、規約に同意した上でサインアップのボタンをクリックすることになります。 届いたメールに対して何らかの認証手続きを行った上で Englock の使用が開始できることになります。こちらが Englock のダッシュボードですね。この画面になります。Englock のサインアップが完了するとこのダッシュボードを訪れることができます。Englock の使い方が書かれていますね。デスクトップアプリなどをインストールすることもできるのですが、ここでは UROS トークンを選択してください。 ユーア・オース・トークンを選択した画面がこちらですね。ユーア・オース・トークンと画面に表示されて、オース・トークンが表示されます。これは数字やアルファベットや記号などを使った非常に長いオース・トークンになります。これをコピーボタンをクリックしてコピーすることになります。このオース・トークンは人に教えてはいけませんので注意してください。 これを人に知られてしまうと、勝手に自分のエングロックを使われてしまうことになりますので、その点、ご注意ください。私のオーストークの画面も、そういった意味で見せることはできません。とりあえず、ご自身でオーストークの画面を表示して、コピーして、いつでも使えるようにしておいてください。オーストークの取得さえできれば、あとは Google コラボラブリー上でエングロックを使うことができるようになります。それでは、エングロックについてはこれぐらいにしておきます。次に行きましょう。